皆さんこんにちは。2022年は女子ボートレーサー SG 初優勝、若手世代の台頭など話題の多い1年となりました。男子選手の最低体重の変更など女子ボートレーサーにとっては追い風の吹く時代が訪れました。今日の流星期を語る上で欠かすことのできない女子ボートレーサーがいます。それは鵜飼菜穂子選手です。銀の鬼姫と呼ばれ、今日の女子選手に大きな影響を与えた、その軌跡をたどります。名古屋市出身の鵜飼選手は1959年10月4日に生まれました。父親が銀行員だったため転勤が多く、岐阜県立長良高等学校から奈良女子大を受験するも不合格になりました。進路に迷いながら名古屋市内で浪人生活をしている時、たまたま父親と訪れた蒲郡競艇場で年収1200万男女ボートレーサー募集の張り紙が目に留まり、興味を持ちます。その後48期生として本栖研修所に入り、1981年11月5日蒲郡競艇場でデビューします。新人選手はエースになれるまで6コース進入からスタートするのが今でも常識ですが、いきなり3コースからスタートして審判長から大目玉を食らうデビュー戦となります。鵜飼選手にとっては研修所を卒業して本番を迎えれば初戦であっても今日からは戦場だと思う甘えのないプロ意識がありました。48期には今村豊選手や2018年に引退した岡野清子選手がいます。デビューから3週間後には丸亀競艇場で初勝利を挙げ、半年後の1982年6月には住之江競艇場の一般戦で初優勝します。この1980年代の男子選手には彦坂育夫選手や野中和夫選手などビッグネームが名を連ね、選手層は厚く、今村豊選手がルーキーとして華々しく登場した時代です。激しいイントリ戦が当たり前の時代に鵜飼選手はひるむことなくインコースを主張します。1990年から女子王座決定戦を3連覇するなど、無類の強さで女子ボートレース界を牽引します。一般戦では男子選手相手でも互角以上に渡り合えることを証明します。9年連続 SG の笹川賞に選出されるなど、当時の競艇界に新風を吹き込みました。2020年10月に引退するまでに優勝56回、出走回数は7077回に上ります。鵜飼選手が残した功績は単なる勝率や記録ではなく、男社会に飛び込み女の居場所を築き上げたことです。ここで女子ボートレーサーの歴史を振り返ってみましょう。記録をたどると、女子選手は第1号は登録番号718番の乗り継ぎ千恵子選手です。1952年4月6日大村競艇場で初めてのボートレースが開催されましたが、乗り継ぎ選手が登録されたのは5月1日でした。大村競艇場では前年の10月から半年間の選手養成を行いました。この中に乗り継ぎ選手も参加したのだと思います。翌年の1953年11月7日の全日本選手権競争には乗り継ぎ千恵子選手、淵崎英子選手、中村博子選手の3人が出場した記述があります。ただこの3名の実戦記録はありません。当時は終戦後間もない日本の復興期になります。女性の社会進出に対する概念も今とは違う閉鎖的な時代でした。それでも男の職場の門を叩いた女性がいたことは驚きです。女性は結婚して子供を育て家を守るのが一般的な考え方でした。女性が社会へ進出するには限られた選択肢の一つでした。登録番号2983番の鵜飼選手が登場するまでに約80名の女子選手がいます。その中には妊娠中にも水面をかけた古川道代選手や谷川清子選手など長く走り続けた女子ボートレーサーが現れます。しかしほとんどの選手は5から6年で引退しています。その理由は結婚や転職のための資金を稼ぐ選手が多かったからです。1970年代には高度成長の波に乗って共働き世帯が増え、女性の職場も広がりを見せます。この頃から危険なボートレーサーを志す女性は激減します。女子選手が4人まで減ってしまった1979年、9年ぶりに養成所の門を叩く女性がいました。鈴木由美子選手です。アイドルブームが誕生した世相を反映して多くのメディアが取り上げました。この機を逃さず
笹川会長が号令をかけ、女子レーサーの獲得に乗り出します。1980年にデビューした鈴木選手は、期待を裏切らない走りを見せ、女子ボートレーサーの広告塔になります。旧姓、田中由美子選手として9年間、活躍しました。夫は現役レーサーの鈴木幸男選手です。一躍、女子ボートレーサーが広く注目され、養成所の試験を受ける女性が急増します。この女性たちの中に、鵜飼選手もいました。女子選手が増えたからといって、レースの現場は壮絶な戦いでした。女性に対する偏見や敵意むき出しに、ボートを接触させる男子選手も一部にはいました。転覆した後、トイレで一人泣いた日もあったそうです。しかし、心が折れることはなく、水面に戻り戦い続けます。その後には、日高逸子選手、山川美幸選手など、多くのレーサーが続き、女子のリーグ戦などの創設につなげます。前世紀の鵜飼選手には鬼気迫るものがあり、銀の鬼姫の異名で呼ばれました。現在では3級など、女子選手の福利厚生も当たり前になりましたが、取り憑かれたように戦う鵜飼選手には、結婚やその後の人生を考える余裕はなかったようです。後日談で唯一、余命わずかとなった、母との時間を作らなかったことを、後悔していると語りました。まるで歌舞伎役者のような道を、無我夢中で駆け抜けました。女子ボートレーサーが、その地位を確立して、鵜飼選手がすでにベテランの域に入った頃、女子レーサーを蔑む風潮はなくなりました。1999年、蒲郡競艇場で行われた、笹川賞の選手紹介では、優勝したら、ヌード写真集を出すと宣言して、蒲郡のファンを沸かせます。これに対して松井茂選手が、全国の鵜飼選手のファンのために、僕が優勝を阻止しますと続きます。初日のドリームメンバーのインタビューで、再び松井選手が、優勝したら、僕がヌードになりますとコメントして、大いに盛り上がりました。鵜飼選手は長い競技人生の中で、視力検査をパスできなくなり引退を考えた時、同期の今村豊選手のアドバイスで、レーシック手術を受け現役を続けました。2005年頃から、若手女子の台頭もあり、少しずつ勝率も下がり始めます。そして2015年からは、父親の介護に直面して、出走回数が激減します。そして迎えた2020年には規定の勝率に及ばず、10月29日、ボートレース常滑で開催された、ヴィーナスシリーズの8レースが引退レースとなりました。得意のインコースに構え、孫ほども若い、女子レーサーを従えた7077走目を、有終の美で飾りました。2020年は同期の今村豊選手も引退して、ボートレース界の巨星が2つ、水面を去りました。女のくせにと言われ続け、レース場は泣く場所だと思い走り続けた時代、経緯で迎えられたマスターズリーグへの参戦など、昭和、平成、令和の時代を駆け抜けた39年でした。引退時のインタビューでは、荷を下ろした安堵感と、安らかな表情が印象的でした。2022年2月からは、ボートレース常滑の公式チャンネルで、解説者として水面を見続けます。今回は女子ボートレーサーの歴史で、大きな役割を担い、その隆盛の中心となった、鵜飼菜穂子選手をご紹介しました。その遺伝子は失せることのない輝きで、未来の女子レーサーに、いつまでも受け継がれることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると、嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。